先日、ベトナム政府は新型コロナウイルス対策として実施してきた不要不急の外出禁止などの制限措置の緩和に踏み出しました。そんな中、ベトナムの地下鉄車両が日本でお目見えし、試運転がすでに行われているというニュースが入ってきました。コロナウイルスの影響によりベトナムに送られる時期は未定ですが、日本提供の技術によりベトナムは間もなく地下鉄時代を迎えることになると報じられています。現在ベトナム最大の都市ホーチミンで日本企業が建設を進めているホーチミン地下鉄は、開業すれば同国を走る初の地下鉄となります。総延長は 19.7 キロで、走行速度は地上で時速110キロ、地下で時速80キロになることが決定しています。6路線計画されているうち、1号線が最も早く開通の予定で、ベンタイン市場やオペラ座などのホーチミンの中心地1区から、ビンタイン区、2区を通過し、9区のスオイティエンまでの区間となります。運転手の研修、技術検査、試運転などを経て、2021年に正式に開業する予定になっています。かねてより人口増加と急速に発展を遂げるホーチミンは、交通渋滞と大気汚染が深刻な問題となっていましたが、新たな交通手段として地下鉄による都市鉄道建設が始まり、ベトナム国営ゼネコンと日系企業がジョイントベンチャーとなって進められ、市民が今か今かと待ち望む状況の中、周囲のビジネスは着実に地下鉄の完成に向けて遂行されてきました。慢性化した交通渋滞はホーチミンの場合バイクによるところが大きく、車も年々増えてはいますが、まだまだ一般的に手の届く金額ではないため、今でも市民の交通手段はバイクが主流です。このバイクの渋滞の影響でバスは遅れ、ますますバイクが増えるという負のスパイラルに。しかし時間が読めて日焼けの心配もない地下鉄なら、利用客のメリットはとても大きなものに。これによって通勤渋滞の緩和につながることはほぼ間違いなく、環境改善につながります。駅ができるとその移動の利便性から多くの人が駅周辺に住むようになりますので、不動産の開発が活発になります。そして居住区ができると飲食業の企業なども進出してきます。新型コロナの影響はまだ油断できない状況ではありますが、ホーチミン地下鉄は新たなビジネスチャンスを生む可能性を秘めているようです。この地下鉄の車両が先日日本で初お目見えし、試運転の様子などがベトナムで大きく報じられたわけですから、市民の期待も一気に高まっているようです。中国が主導しているハノイの地下鉄の方は9回も開通が延期されるなど問題が続出していることもあり、日本政府に対する信頼の高さがうかがえるコメントが殺到しているようです。その一部をご紹介します。すべてのベトナム人をハッピーにするニュースですね。日本製品に対するベトナム人の信頼は絶大だ。いかにも日本製らしいデザインだな。シンプルながら絶妙な美しさがあるんだよ。日本製品には派手さとかケバケバしさはない。質実剛健なんだよ。そして何よりもその価値観が優先される。シンプルさは洗礼だと捉えられてるしね。日本製品を持っている人なら理解してる概念だ。デザインが美しいし高級感がある。どこかの国が作った車両とは大違いだ。何より日本との取引は安心感があるよね。技術的にも進んでて危険する国は存在しないと思う。この地下鉄が走れば全てが改善されるだろうな。ホーチミンの人たちはラッキーだ。
日本製の地下鉄を利用できるんだから。到着してすぐにテスト走行ができればいいんだけどね。その辺のことは政府に頑張っていただきたい。この車両を作ってくれた日本には本当に感謝してる。日本で鉄道旅をしたことがある俺から言わせてもらうと、日本の鉄道の安全性と快適さは世界最高だ。日本人の誇りになってるのも納得だった。日本は我々ベトナム人にとって超絶と言っていいほどに素晴らしいパートナー。日本製にはいつだって確かな品質がある。だから少しくらい高くても市民は納得するんだ。この鉄道車両は美しい。乗客のマナーも同じくらい美しくあることを願ってる。デザインが綺麗だし品質も間違いなさそう。日本の人たちはどんな時だって徹底的に注意深く物事を行うってよく言われるけど、それは事実だと思う。もしホーチミンでまた新しいプロジェクトがあるなら、それも日本人に任せるべきだ。価格は大した問題じゃないよね。俺たちは日本製という特別な信頼を買うのだから。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。